渓流の王様、幻の魚などといわれるイワナはサケ科の魚で、水温の低い深山幽谷の渓流に住みます。昆虫やカエル、ヘビなども食べる貪欲な魚ですが、反面臆病で警戒心のとても強い一面もあります。下郷町の養殖場では山からの湧き水を使っているため、大雨や台風でも水が濁らず、水温も寒中で8度、夏には暑い時でも12度から13度とイワナの成長には最高の環境です。水がいいので病気にもなりにくく、薬品も使わないので安全安心な身の引き締まった美味しいイワナに育ちます。まずとにかくうちは水が、きれいだしね、だからあんまり病気にもかからないしね、だから今騒がれてる、薬品とかね、そういうのもあんまり使ってないし、だから、結構安全なね、安心して食べられると思います、とにかく水が生命ですか、魚は、だから水だけはどこにも負けませんから。湧き水で育った渓流の王様イワナ、塩焼きや唐揚げ、刺身などの食べ方が一般的です。お土産用の一夜干し炭火焼きも販売しています。